せーの、ほやほや株式新婚夫婦めでたく、私、髪切りましたとね。髪切って短くなってここ刈り上げちゃってね、刈り上げちゃって、ね、ずっとインスタグラムで髪切りたい、いやだってなんかもうさ、ちょっと前はずっとパーマかけてたんですけども、パーマかけてる時は、あんまセットとか頑張らなくても、なんかいい感じだったんです、ただパーマが全部落ちてきて髪が伸びると、もうただただ小汚いっていうノーセットだと。なんでもしその婚活とかされる方で清潔感っていうのを大事にしたいんだったら、やっぱパーマおすすめですって。でも女の人はね、意外とストレートが好きよ。いやいや、せっかく今婚活してる人のためのスマートなアドバイスしたのに、女はストレートが好きよって言われたらもう元も子もない、ないじゃないの、あなた。短髪が好きじゃあです。はい、ということでね、今日もですね、まあちょっと今夜遅いんですけども、今日の一日を報告しながら、動画を撮っていきたいと思うんですけども、僕は髪を切りましたという流れでですね、実はなんと今日、実は私ですね、まだ僕のターン、いいですか、すいません、はい、僕今日髪を切りに行ったんです、はい、で、そしたらね、いつもの美容師さんからプレゼントをいただきました。見てください、こちらドドドドーンと、まあ今めちゃめちゃ飛んでると思うんですけども、確かに袋でこのままいただいたんで、中身ももちろんわかるんですけども、すごいいいマッサージ機プレゼントをいただきました。はい、まあこの結婚祝いっていうのと、まあ誕生日っていうのをね、これハイパーボルトプラスっていう、めっちゃもう最上級のやつらしいんですけども、プラスがついてるから、はい、もういつも言ってるガルテっていうね美容室があって、そこの代表の、厚俊さんというね、僕よりも年下なんですけども、すごく有能な経営者の方がおりまして、これなら見たことあるでしょ、この、はい、これなんかすごい流行ってるって聞いた。これは、ちなみに定価66,000円、言っちゃうの定価で書いてたから。パーカッションマッサージデバイスって書いてますけど、すごい、めはい、めっちゃこう開けるんですね。見てこの強力な、すごいでかいね、こんなにでかいとは思わんかった。はい、これ見て、すごくない？すごい、なんかあれみたい。何？霧島部活辞めるってよ。いや、ちょっとそれは聞いたことあるけど、これでなんかその先っぽ変えて、いろんな、この先っぽ変えれて、当てるところ変えれてみたいな、サバイバルゲームみたいだね。相当気持ちいいんだと思うよ。へー、66,000円のマッサージ機ですから、スイッチのところがさ、パソコンのなんかオンみたいな、電源オンみたいな、ね、これは次回以降の動画でちょっと登場させますわ。今行っちゃおうか。充電式だったらちょっと、そういうことね、自分で今できる、こっからは厳しいかなと思ったんですけど、充電中なんじゃない、やっぱり、ここ赤いからやっぱそうだ。この動画の終わりでちょっと充電今一回しといて、はい、確認しましょう。すごい、はい。で、僕いろんな仕事終わって帰ってきた、なんと久しぶりに別行動した翔子ちゃんが、そう、なんかお買い物行ってたらしくて、この前カブはお誕生日だったんですけど、はい、私がプレゼントとか言っとったんですけど、あとねプレゼントもあげようとしたら、はい、そんなのは株とか投資に使えと言ってたので、いやいやいや、結局プレゼントもあげれず株とか投資に使え、そう、ちょっとねいいものを見つけてしまいまして、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これが本命、私、そう、これそう、めちゃめちゃ可愛いじゃん。可愛いよね。何これ、すごいイケメンがリボンやってくれた。イケメンがリボンやってくれた違う、そこ別にイケメンである必要はないんじゃないの、そこの。いつもはシールなんですけど、はい、ちゃんとリボンにしてみました。え、なんでちょっとそこにキュンキュンしてるのさいや、アハハハじゃないよ、店員さんがリボンしてくれたでいいでしょ。店員さんがリボンしてくれました、言い直されてもそんなにもう今もう気持ちよくないけど、何なんだろう、普通にワクワクする。ほんと？え、2個、え、そう、2つ、本当は1つの予定が2つになりました。え、何これ、あ、うわ、オフホワイトの、はい、 T シャツかな。そうです。え、めっちゃ嬉しい。もう破れるほど使ってるオフホワイトの T シャツ、新しいの買いました、はい。わー、ありがとうございます。あ、え、これなんかちょっと可愛い。
そう、かわいい、かわいいよね。へえ、なんか新しいっぽいやつだね。そう、あんま見たことない。そう、かわいいでしょ。かわいい、かわいい、ね、あ、こっちは T シャツじゃないんだ。そう、あの、カブ最近運動してるし、はい、はい、ジム行ってるんです。なんかまあ、はい、ジムにも合うし、おしゃれにも使えるっていう。すごい、パンツ、パンツシャカシャカな、いいじゃん。でね、はい、私も買ったんだけど、これはね、すごい可愛くて、はい、だけどすごいお手頃で、私もこの服着てんだけど、私も着てる？どういうこと？これはまあ、提供？これ何？違う、提供じゃない、これ私が急に私も着てるんだけどって、もう極悪インフルエンサーの手口だぞ。違う、もうすごい可愛いから買ったんだけど。いやいや、だってお揃いじゃん、もう。お揃いじゃないって、ここのブランドのメンズバージョンが出て、はい、これがすごい可愛くて。なんてとこですか？なんかこの WWG っていう、へえ、すごいあったかそう。でもこれデボ、デボみたいな、ディーブー、ディーブー、デブーやな。どう見てもデブーやな、これ。これすごいさ、ワッフルのこの網か、うん、網がすごい可愛くない？あー、でも確かに気持ちいいし、素材も良さそうです。そうで、これはいくらぐらいなんですか？これは逆に7000円とか6000円ぐらいで、じゃあザラみたいな、ザラ、ザラ感覚お値段ですね。ガチで、うん、結構でかくない？でも株は肩幅でかいから、このぐらいあっても大丈夫、うん、そういうわざとこれ長いの、ちょっとデカキンさんでもちょいデカぐらいでかい。絶対入らないって、デカちゃんは着てみて、これまま羽織れ、着れるから。オッケー、で、まだあるんでしょう。うん、じゃあ開けとくね、はい、その間にそれ。じゃじゃーん、はい、じゃ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 ーん。私も自分のクリスマスプレゼントということで。いいですよ、いいじゃないですか、はい。もうね、うん、これずっと欲しかったんだけど、ほぼ 40% オフになってた。それはめちゃめちゃ安いね、はい。で、これもう本当に定価で買いたいぐらいだったから、はい、この私はオフホワイトのバッグになります、はい。あー、かわいい、素敵。これ40%ってやばくない？それも新品よ。元は10万とかですか？14万5200円。うで、これの開け方は、はい、こうやって開けるんじゃなくて、ちょっとこうやって、はい、ここにほら矢印書いてる。あ、おー、おしゃれ、めっちゃ可愛い、しゃれてる。しかもこのボルドーみたいな色、そう、はい、合ってますか？そう、ボルドー、はい、黒はね、定価だったので、はい、こっちのボルドーはちょっと 40%。 あ、黒は定価なんだ。そう、だったの。へぇ、私は初のオフホワイトになります。結構可愛いじゃん。はい、いや、でも髪型が今もうセットされてないからさ、これもう美容師がまたこれ責められるパターンあるからね、これ。え、あ、変だって。そう、なんか美容師のね、うん、方がなんかのサムネ見て、うん、ひっくり返りそうになったって、髪型がヤバすぎてっつって、ちゃくちゃすぎて大丈夫かこの髪型っつって言われた、うん、って思って、思わず動画をクリックしてしまったっていう、逆にそういうサムネ効果があったっていう。まあすごい、確かに、まあまあまあ、確かに普通だったよ、着たらいい感じ。でもここはすごいダボーダボーとはしてるけど、え、楽じゃない？本当にずっと悩んでやっとこれでした。いやいや、嬉しいよ、本当に。めっちゃ嬉しいです。36歳おめでとうございます。改めまして、僕めっちゃ性格悪いこと言っていいですか？うん、ちょっとこれ言うか今ギリギリ迷ったんですけど、うん、これいくらだったんですか？これは、これはちなみにこの、この、これですよ。これ7万ぐらい。7万ぐらい、うん、僕のこの上下は足して いくらぐらいなんですか？7万ぐらいかな。いやいや、そのぐらいって結構大事で、どんぐらい、本当に7万でした。どちらかというと、翔子ちゃん、これすごい可愛くて、うん、これ可愛い、一目惚れした、欲しかったやつで安くなってる。でも、うん、私だけこれ買うのはプレゼントとか買ってない手前ちょっと申し訳ないから、これ T シャツとこれ買っとこうっていうのは全くなかった。一応ね、このバッグのないないって聞いたことのない周波数の声だったよ。どっち？怒ってるとかじゃない、ただただ性格悪いから気になっちゃった。先どっちだった？本当性格悪い。先どっちだった？こっちが先にしか決めたのか、こっち見てたらたまたまこっちだったかだけ一応教えて、正直に。え、こっち見てて、うん、お兄さんが 40% オフになって、そのお兄さんの、出すな話題にもうこれ以上。こっちオフホワイトの服もなってますよって言われて、うんうん、あ、嘘、オフホワイトこの前普通に定価で売ってたのに、うん、40% オフやんと思って、うん、っていう感じで、うん、全部 40% オフです、うん、ってな感じです。じゃあ一応これメインで買ってたところにこれも見つけたから買っといたっていう
のですよね、でもその流れ的には。だってそこで見に行ったお店はもともと株のを探しに行ったんだから、うんうん、ああなるほどね。そう、確かに確かに。私が欲しかったバッグまであったっていう、そうだよね。これおこぼれ、おこぼれ、そうだよね。まあまあまあ確かにきっかけはそうだもんね。そう、うん、まあだから、うん、そういうことです。だから、はい、まあ全然、はい、大丈夫です。僕はいい感じ。何よりもこっちあるし、デブーのやつあるし。デブーめっちゃ気に入ってるもん今、もうもはや本当に、はい、デブー、デブーを足せばこれとこれ、デブー足せばこれより高いもんね。うん、はい、そうです。はい、はい、ってことで ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやいや、こんな誕生日過ぎて、うん、2日過ぎてまさかいただけると思わなかった、うん、嬉しいです、ね、よかったです。はいはい、そろそろマッサージ機もちょっと1個ぐらいメモリ充電されたんじゃない。ほらほらほら、ほんまや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 、痛っ、ちょっと痛い、強いかも、痛い。これなんかね、5秒ぐらい押すと場所の力を覚えれるみたいなこと書いてあった。ちょっとやってみて、あなたも。あ、痛い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 、めちゃめちゃ痛いやんけ。だから痛い、腹痛いんだけど。めっちゃ高速で動いてる、これやばいやばい、持ってる方の手がおかしくなりそう。へえ、あ、すごい。あ、でもライトに当てたらいいかも。そう、ライトに当てたらすげー強力。もっと弱くしたらいいんじゃない。あ、めっちゃ気持ちいいわ。肉のところとか最高かも。わ、すげえ気持ちいい。あー、あった。わ、すげえ気持ちいい。あー、あった。あ、背中やばい、うん、あ、これ革命、あーすごいね、マジすごい、超強力デンマって感じです、本当にすごい、うん、あ、これマジでいいわ、うん、ふくらはぎとか絶対やばいけど。あー、いいねいいね。あ、気持ちいい。やばっ、ちょっとやめて、あぶっちゃうか。いや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 、もう早く閉めようよ、すごいダラダラして。もう動画撮ってる時に早閉めて言われた。はい、ってことですごいね。はい、ちょっといろいろプレゼント開封したんですけども、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。祝っていただいた皆様、ありがとうございます。翔子ちゃんもありがとうございます。ということで、はい、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。ということで、また明日お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。